皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背の橋と、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、壁を使ったストレッチを紹介するんですけれども、めちゃくちゃ簡単で、しかもですね、すごく効果の高いストレッチ方法になります。というのはですね、胸の前の筋肉をしっかりと伸ばしつつもですね、肩甲骨、猫背の方、外側にこうやって巻いてしまっている方多いんですけれども、その位置をしっかりと正しいポジションに戻していくような、ものすごくいろんなエッセンスを含んでいるようなストレッチ方法になりますので、ぜひご自宅の壁を使ってですね、一緒にストレッチをしていきましょう。そして前後での体の状態変化なんかも確認していただくとですね、ものすごく変化を感じられる方多いと思いますので、ぜひ試しにやってみてください。それではスタートします。壁の角に向きを変えていきましょう。両手を開き、肩の高さで壁につけます。背筋を伸ばした状態で胸を壁の方に近づけていきます。ゆっくりと戻して、息を吐きながら前に近づけていきましょう。足の位置を壁の角に近づけることで楽に実施することができます。何度か繰り返し行っていきます。続いて手のひらの向きを変えていきます。まずは外側に向けて実施してみましょう。続いて内側に向きを変えて、先ほどとの違いを感じてみてください。今度は手の幅を狭めて、もう一度。続いて手の位置の上下の変化です。まずは上に上げてセットします。その状態で胸を壁に近づけ、ゆっくりと戻し、続いて下に下げて、同じように胸を壁に近づけていきましょう。手が低い位置でも指先の向きを外向き、そして内向きと変化させて実施してみてください。手の位置や向きによって伸びてくる場所が変わってくることをですね、ご自身で感じてください。続いて肩胸を集中的に伸ばしていきます。左側を見るように右の肩を壁に近づけていきます。ゆっくりと戻し、反対、右を向きながら左の肩を壁に近づけましょう。ゆっくりと戻していきます。もう一度いきましょう。続いて手の位置を高くセットし、胸を近づけたら天井を見上げるように胸椎を伸ばしていきましょう。戻して、何度か繰り返していきます。続いてさらに高くし、胸を近づけると同時に肘も一緒に近づけていきましょう。最後の1回はスタートポジションと同様のポジションで行い、最初と最後の違いを感じ取ってみてください。いかがでしょうか。だいぶね、胸の前しっかり伸びて、胸が開きやすくなったり、肩甲骨がね、内側にグーって寄るような感覚っていうのがあると思います。ぜひですね、自分の苦手なポジション、苦手な手の高さ、苦手な手の角度ですね、それによって肩甲骨の動きに特化させたり、胸の前に効かせたり、いろいろなですね、角度、場所によってですね、伸びる部位だったり、アプローチ先が変わっていきますので、ご自身でこういろんな場所、試していきながらですね、自分に足りないところ、自分の良くしていきたい場所っていうのに対してしっかりとアプローチをしていくとですね、より効率的に猫背改善につながっていきますので、ぜひ皆さんご自宅の角ですね、角の壁を使ってストレッチをしてみてください。今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを、そしてですね、ご自宅で簡単にできるような今日みたいなストレッチだったりワークアウトをですね、皆さんでオンラインのトレーニングルームに集まってですね、みんなで楽しくワイワイ運動しよう、そんなのをですね、企画しておりますので、ご興味がある方はですね、下の概要欄に貼り付けておきますので、ぜひチェックをしてみてください。引き続き猫背に関する健康情報を配信していきますので、下の猫ちゃんマットらチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。